するしない。次は一番のライバルは誰ですか。ライバル、昔はなんかカッコつけていろいろ昨日の自分とか言ってたんだなんかすごい昨日のつくだけでちょっとダサいっすね、うん、過去の自分言ってたんだけど、これでいいですか答え。今あ、すみません今正直その本当を言うとライバルなんかたくさんいて、各団体にね何人かいるんだけど、そうなんだ。ただやっぱ意識するのは最高位戦だったらやっぱ村上さんは意識しますね。現最高位、あと水巻さんを意識します。僕は村上さんに関してはすごく優等生で秀才だと思ってて、人間が一生懸命勉強して一生懸命打ち込んで一つのものに頑張ったらああなるんだっていう象徴だと思ってて。なるほど、はい、ただ僕は水巻さんという人間は本当にタイミングだけが悪くて今こうなっちゃってますけど、僕と水巻さんって何にも差がないと思ってて、僕にできることは水巻さんが全部できると思ってるんですよ。麻雀に関してはおしゃべりはダメですけど、水巻さん面白くないんで最後落としただけど本当に水巻さんってすごいんですよ。日向さん、あれにあれマジで日本一強いですよ。ただタイミング、呼びます。タイミングが悪くて、そうですね、あの高級しちゃったり、うん、いろんな不付きがあって今の環境にいますけど、おすすめですね。あれはやばいです、はい、じゃあ水巻さんこちらの番組で呼びます、はい、大井さんの推薦ということで、 あともう一人は鈴木太郎さんは絶対呼んでください。僕は憧れですから。憧れてるんだ。村上さんが優等生の秀才なら、うん、彼は天才ですから。鈴木太郎さんは太郎は天才、なんて言えばいいんだろう、僕がどうやっても追いつけない、何をしてどんなに頑張って、みんなが恋愛してるとき一生懸命麻雀して、みんながお仕事してるとき一生懸命麻雀して、どんなに努力しても彼にはかなわないと思う。もしかしたらどっちが強いか今いい勝負してますけど、多分彼はその何大した努力してないのにあれですからね。天才肌ってことですか。そうまあ彼なりに努力はしてるんでしょうけど、天才すぎて嫉妬しちゃいますね。ズンタも多分そう思ってるよ。大井さんが嫉妬しちゃう、うん、だって天才でしょ。無理でしょ、ああなるの。気になりますよね、うん、アン太郎さんの思考も。僕にとってはヒーローですね。ヒーロー、正義の味方じゃないヒーローですね。正義ではない。はい、正義ではないです、はい、え、でもすごいたくさんありがとうございます。いいえ。RMEは誰でも入会のチャンスはありますか。当たり前ですがフルコミッションですよね。入会のチャンス、入会のチャンスは誰でもどこの団体でもありますよ。ちゃんと本当に勉強してくれればね、うん、はい、うん、日向愛子がナンバーワン女流になるにはこれはいらない。ちょっと待って、これはいらない。日向愛子はもうこれはいらない。ちょっと待って、やめよう。日向次ちょっと待って、いやもういいよ。日向は本当大事な質問もっとあるから。じゃ、日向はマジで今好きなオリジンのお惣菜教えてください。あの酢豚みたいなやつ酢豚みたいなやつ日向はマジで強えから。いやもういいか、もうそれいい、大丈夫、ありがとうございます。強くなったな。ありがとうございます。誰、村上を去ってんのか。ありがとうございます。ジャンプ村上っぽいな。でもそうですね、村上さんですか、ね、ってことは大井系だからね。え、何家系図があるんですか。そう、家系図があるんだよ。大井あって村上あって、あ、ね、ここら辺に日向みたいな。村上は相当僕に、うん、あのなんていうかインスパイアされてるっていうか、うん、影響を受けてるんで、あの守備意識とか、うんうん、あの打点とか。じゃあ私大井さんだったんですね。そうだよ多い愛子だったんですね。系統多い系だからね。なるほど、うん、カールは最近どのくらい食べてますか。あの取り寄せてる。あのね高かったんだよ、聞いて。え、だってほらね、なかなか手に入らない。カールって100円のものが、うん、100ちょっとのものが近所で80円ぐらいでスーパーで売ってたのに、騙されてて、ずっと。これすっごい面白い話なんだけど、ずっと騙されてて、取り寄せてる時に217円で取り寄せてたの。ほいでずっと ぼったくられてたの、うん、であの友達の本郷奏太から、おいさん、ダメだよ、騙されちゃっつって、いいとこ紹介してあげるって言って、定価で買えるよって言って、そう、大物俳優から、カールの取り寄せ先を教えてもらって、なんか可愛い関係ですね。そうそうそう、あいつも駄菓子大好きだから。でも100円前後ですよね。今もう、よかったですね、気づいて。ちゃんとした値段で取り寄せてる。よかった、危ない、倍以上じゃないですか。結婚する予定だって。結婚する予定はありますか。ナッシング。ありがとうございます。相手もいねえんだよな、誰か募集。100何件もさ、質問来てんだったらさ、100何人いるんじゃないの。大井さんったらいいっていう人いないの。え、結構だって会うでしょ、道端でも。大井さんファンです、結婚してくださいみたいな。結婚はないんだよな
大井さん結婚ないんですか。そう、大井さんね大好きですって女の子は言われるんだけど、うん、オスとしてじゃないんだよね。なんですか。麻雀プロとしてっていうか。ああ男性として見てもらえないです。見てもらったことない、うん、だって大井さん好きですデートしてくださいはないもんだって。え、でもそれでデートしてたらちょっと私引きますけどね。したことないけどよかった、うん、次大井さんが思う麻雀プロのメリットデメリットは何でしょうか。いいこと言うね。気になるよね、まあ、今後だってもっとほら若者が増えていく、うん、ねえ。そうだな。麻雀プロはとにかく楽しい、うん、あのね一番じゃないですかそれ。好きなことをやるって楽しいのね。だから稼ぎとかもさ心配かもしれないけど今から入る人男性女性問わず仕事は結構あるし頑張りさえすればそれこそサラリーマンの平均年収が400万500万か知らないけど、はい、300万以上は稼げる絶対に。あの頑張ればだよ。これねどの業界でもそう。どこの会社勤めようがどんな業種に仕事しようがちゃんと頑張れば、日本っていう国でねちゃんと頑張ればちゃんとそれだけの収入は得られるんで、好きなことをやって300万もらうかね、なんか好きじゃないよくわかんない仕事で平均年収をもらうかはご自分が決めた方がいいんだけど、麻雀が本当に好きだったら、好きなことを仕事にするって本当に幸せなことなんで、僕はね成功今でこそ成功ちょっとだけね皆さんよりお仕事もらってるけどそうなる前から幸せだったもん。うん、うん、楽しかった。それ嬉しいお言葉ですね。そうだから好きなことをするっていうことに関してメリットは相当あって、うん、デメリットは、うん、に関しては世間のそのなんていうか麻雀に対するイメージとか、うん、そういったところが今はデメリットかもしれないけどここはもう僕らがそろそろ変えるから麻雀プロってかっこいい商売なんだよって言ってなんか最近大学生になんかアベマ TV がリサーチしたら、うんなんか何百人かに聞いたら麻雀プロになりたいっていう大学生がなんか 40% ぐらい本当にいたんですごいですね、はい、そう嬉しいですね、うん、それはその時なんか僕の写真が使われててそう大井みたくなりたいみたいなのかな記事になって大井さんにはみんななりたいですよ。楽しそうだもんね僕ねみんなからよく言われるんだよね。楽しそうだけじゃなくてやっぱね、うん、キラキラしてる大井さん。ここら辺多分今なんかキラキラしてると思います。今オーラ背負ってる。輝いちゃって、はい、いや本当楽しいよ。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。そうさあまだまだ麻雀初心者ですが大井さんに会いに行っても大丈夫ですか。あといい匂いがするって噂がすごいんですけどなんでいい匂いするんですか。お願いします。フェロモンですかね。まず会いに行きたいってこれも女性じゃないですか。誰まゆちゃんって書いてあるの。まゆぽん会いに行ってもいいですか。来てじゃあ匂いは私が嗅がせていただきます。初心者だ。いい匂いがします。確かに何の匂いなのこれは。汗だよ。え汗がいい匂いなの。怖っ。ちょ待てちょマジでフィナンシェの匂い。15分前にから汗だくだったでしょ、うん、言ってましたね。それだけは分かんだよ。え、でもなんか、確かになんかいい匂いする。なんか使ってます。今は何にも使ってない。柔軟剤ですか。あ、それは母ちゃんが勝手に。お母様ママありがとう。はい、すごい、サキのキャラクター僕サキ好きだよ。サキのキャラクターの中で一人 RMU に入会 させることができるなら誰ですか能力だよね。能力誰のが欲しいですか。いや、僕は面白いと思ったな。僕はやっぱり強いものに憧れるんで、うん、やっぱあれだな、宮永テルだな。てるちゃん姉ちゃんが好き。お姉ちゃん主人公の姉ちゃん。主人公のじゃなくて姉ちゃんの方行きます。姉ちゃん主人公は凛ちゃん解放はいいの置いとく。じゃあ凛ちゃん解放は僕でもできるから。そうあの多分あの主人公と僕いい勝負だぜ。何を意識してんの僕は。さきちゃん超えようとしてるんですね。うん、超えようとしてる。超えてるかもしれないですね。自営業ですが RM に入れますか。どんどん来い最高位戦でもいいぞ。駅伝の予選突破おめでとうございます。イエーイ、センキュー。やったよ。他の団体と比べた RMU の特色って何ですか。やっぱり、うん、団体がまだ最高位戦って歴史があるでしょ、うん、RMU ってまだできてから12、3年で、うん、まあ、代表が良くも悪くもこんなんだから、うん、すごくなんか若い人の意見が通りやすい。例えば入ってきたばっかりの人が嬉しい、うん、そう、大井さんどうして RMU ってこうなんですか、こうした方がいいんじゃないですかっていうことを、おお君は素晴らしいと、じゃあそれ採用と、
いうことが今まで10や20じゃないね、100個ぐらいあった。だから他の団体はいいところはあるんだけど、やっぱり歴史の中で長い30年40年の歴史の中で作られた組織だから、もうある程度正解なんだよ、うん、もう最高位選は特に民主的だからみんなで総会で決めてるじゃん。はい、そうです。あ、よくご存知。そう、その通りでございます。それやって毎年2回ぐらい総会をやって決めたことってもうまあまあできてんの、うん、だからいきなり入ってきて何かを変えようともすることが難しいところは、だけど RMU はもうねすぐできる。それがいいとこかな。お、うん、そういう意味じゃやっぱちっちゃい分チームワークはいい。距離が近いんですね。近い。だから大井さんとも接する機会が多いってことですよね。めっちゃ近いよ、はい、だからそういう意味では増えますね、入会者かもしれない。駅伝の予選はね本当にチームワーク良かったね。いや、もう見させていただきました。もうね超楽しかった。楽しいな。見てる側の立場でもうすっごい楽しかったね、うん、やっててもね面白かった。僕は楽しめた。他の人はやっぱり辛かった、あのいろいろプレッシャーとか。まあまあまあそうですよね。だからそういう意味で舞台慣れしてて、うん、うちは有利だったよ。その僕がそのアベマにやっぱり一番慣れてて、スタッフさんとかもみんなこうおいさんおいさんって来て、どうぞおかしいなんてみんな言ってくれる環境の中で、そう他のチームはやっぱりちょっとピリピリしてたけど、僕なんかずっとおしゃべりしたからスタッフと、そこが最後松ヶ瀬も緊張しないで済んだかなと、うん、よかった。でも今後のそのね RMU のまた戦いが見れるからそこも楽しみ。ほんとそうだよ。だから今度は敵同士だな。最高位戦と次いきます。一番欲しいタイトル教えてください。おー、 RTD は欲しいけどやっぱり最強位が欲しいな。まだ取ってないから、うん、最強位。そうですね、うん、確かに最強位は死ぬまでに取る。リアルですね、うん、あと絶対 10年以内に絶対取る。なるほど、うん、最近麻雀以外でハマってることは何ですか。あのね、麻雀動画を今まで趣味だったんだけど、最近は、うん、あのね映画とねドラマ見てるんですか。昔のやつ。昔のやつ、うん、なんかね好きな映画はなんだろう。何でも見る。本当に何でも見る。ジャンル問わず。ジャンル問わず何でも見る。あのねただで見れる、なんか最近具体名出してるのかよくわかんないけど、なんかねそういうあるじゃん、うんうんうん、その月いくらで、うん、登録されたんですか。映画なんか勝手に登録になっちゃってて。お母様かな。違う、自分が何かで買い物したら勝手にそのね会員になってたみたいな。大丈夫ですか。あるんだよ。なんかそんなそあるのよ。変な詐欺に引っかかりそう。詐欺じゃない、詐欺じゃない。大丈夫ですか。めちゃくちゃ良くて、それが。あ、じゃあ普段は結構映画とか見てるんですね、はい、うん、映画とドラマに今ハマってる。なるほど。可愛い質問来てます。競技麻雀の予選会で何度も打ってるのに毎回緊張しすぎてしまうのですが、何か解決策はありますか。程よい緊張感ならあった方がいいかもなんですが、こういうね今後この競技のデビューしたいって方にとっては、うん、あの空気ってちょっと独特ですよね。わかる。ピリピリしてるというか。まず即効性のあるものはお友達をまず作る。頭いい。これはね、なるほど。これは緊張しすぎね、知らない人3人とこう座っちゃうともう席についちゃダメ。1回戦何択ですっていう指示があると思うんだけど、うんうん、試合直前は仕方ないけど、試合直前までお友達とか気の合う、うん、じゃあ女性だっしょ、これ今女性だったから。そう、女性ですね。女性は女性、あ、ユミさんだったの。あのね、知ってる人多いからさ、うん、女性は特に男性3人に囲まれちゃうと緊張しちゃうから、ここはね一旦女性同士でもうおしゃべりをして本番直前まで、うん、あんまりピリピリしない方がいい。気楽にと、ね、気楽に楽しもうぜ、うん、本当にそう。